Hey, Richard Fuggies Model here. どうも、リチャードです。皆さん、2-in-1 PC って使ったことありますか？少なくとも2つの使い方ができる PC をそう呼ぶんですが、今回、ファーウェイから発売された Huawei MateBook E がタブレットとしての使い勝手がめちゃくちゃいい 2-in-1 PC なんですよ。ということで、タブレットとしての使い方とノート PC としての使い方を機能とともに紹介していきます。 Huawei MateBook E Sponsored Short Spotlight. Let's get right in。まず驚いたのが Windows 11というフル OS を搭載した大画面タブレットの割に取り回しがいいところです。重さは 709g、 厚さ 7.9mm とこのカテゴリーではかなり軽くて薄い部類と言えます。中央フレームはマグネシウム合金、背面はアルミ合金の頑丈な骨組みと高強度のグラスファイバーが組み合わさって作られているので、薄くて軽いけど強度は十分そうです。なので持ち運びにも向いていて、タブレットとして片手で持って作業するにも適していますし、ペンを使ってちょっとメモを取りたいときとか、簡単な作業をタッチでパパパッと終わらせたいときあるじゃないですか。そういうときにさっとタブレットとして取り出して使えるのはかなり便利です。軽くて薄いながらも安っぽくない高級感のあるデザインなのもとてもナイスですね。次にディスプレイなんですが、なんとこの Huawei MateBook E、 Huawei 初の有機ディスプレイを搭載したノート PC となっています。やっぱりね、有機は色が締まって見えてかなり綺麗です。しかも色彩モードっていう機能でディスプレイの色味を3パターンから選べるので、その時々の作業に合わせてディスプレイの色味を調整できるようになっています。タブレットとして Adobe のイラストレーターや Lightroom などのソフトを使う場合、 Huawei MateBook E のベゼルの薄いところで画面が広いところや、あと色の再現性が優れているところ、それから先ほど紹介した色彩モードで作業に合わせた色味に設定できるのは作業をはかどらせてくれる重要なポイントだと思います。画面が綺麗かつ軽いので、仕事やクリエイティブだけではなく寝そべりながらのコンテンツ視聴なんかも向いていますね。スピーカーが4つ搭載されているのもあって、音質もかなりグッドでした。これまでタブレットとしての使い方を紹介しましたが、 2-in-1 PC なのでもちろんノート PC としてもしっかり使えます。この Huawei スマートマグネティックキーボードをカチッとくっつければ OK です。キーボードでの入力が多い作業やタッチパッドを使ってのカーソル操作をしたいときはこちらを使うことでバリバリこなせます。キーボードの癖が少なくて打ち心地がいいのも嬉しいポイントです。さて、気になるのは価格ですよね。スペックの違う2種類のモデルから選べます。1つはインテル Core i3 のモデルで88,800円、もう1つはインテル Core i5 のモデルで、こちらは先ほど紹介したFuawei スマートマグネティックキーボード付きで139,800円と、どちらのモデルもお求めやすい価格になっています。 PC とタブレットが同時に手に入ると考えたらかなりお得感あるんじゃないでしょうか。タブレットとしてもノート PC としても Huawei MateBook E は満足のいく仕上がりになっています。そこまで重い作業をしないのであれば、ノート PC としての性能も申し分ないので、1台で万能にこなせる端末が欲しい方や、もしくはタブレット性能が優れている 2-in-1 PC を求めている方におすすめです。That's it from me. See ya!